はいよいよグランドラインでの公開計画を立てるわよ。コンパスが壊れているわけではないのだ。じゃあまさか磁場が。そう、グランドラインにある島々が磁気を持った鉱物を多く含むために航路全域に異常をきたしている。グランドラインを航海するにはログポースが必要だ。ログポース？聞いたことないわ。磁気を記録できる特殊なコンパスのことだ。変なコンパスか。ああ、型は異質だな。こんなのか。そう、それまずくねえぞ、うめえぞ、鼻がうめえよ、エレファントハンマークだ。これがログポース。何の地盤もない。グランドラインに点在する島々はある法則に従って磁気を帯びていることが分かっている。つまり島と島とが引き合う磁気を、たとえどこの島からスタートしようともやがて引き合い一本の航路に結びつくのだ。そして最後にたどり着く島の名はラフテル。のれくさがむ、俺はナミさんにもっと、ナミさんにもっと食ってほしかったんだ。ちょっと待って、それってものすごく大事なもんだったんじゃねえのか。大事なログポースが。慌てるな、私のお野郎、ラブアンの剣の霊もある。しかし航路を選べるのは初めのこの場所だけだぞ。気に入らねえときゃもう一回りすりゃいいじゃん。そうか、そろそろ行くか。